金目イ化は、金目大木にと属する魚類の分類群の一つ。金目大アモクを構成する唯一のトガで、金目イ南洋金目など低生性の深海魚を中心に二属九種が記載される。金目イ化の魚類はすべて海水魚で、大西洋、インド洋及び西部中部太平洋の深海に広く分布する。大陸方から大陸斜面にかけての海底付近を遊泳して暮らす。 低制御のグループで水深200から600メートルの範囲で生活する種類が多い。金目イ属の2種は世界中の温帯、熱帯域に分布するハンアリ種で各地で食用魚としての需要が高い。大西洋に生息する金目イカ魚類はこの2種のみで金目イ属の残る一種と金目玉種属の仲間はいずれもインド太平洋に限局して分布する。 食性は一般に肉食性で、他の魚類や甲殻類、貝類、糖足類などを捕食する。卵は、浮気性卵で、飼魚は浮遊生活を送ることが知られている。金目イベリックススプレンデンズ。日本を含む、世界各地で食用とされる種類。遊泳にはほとんど、胸びれしか用いない、金目イ科の魚類は、左右に平たく側平たした、いわゆるタイ型の体型を持つ。 体長数十センチメートル程度の中型種が多く、最大種の南洋金目は全長1メートルに達することもある。中腹可層の底部に分布する多くの深海魚に共通して見られる特徴として赤色あるいは桃色を基調とした鮮やかな体色と大きな目を持つ。鱗の内側に肉質の突起を持つ種類が多く、本科魚類の形態学的特徴の一つとなっている。 背びれは切れ込みを持たず、4から7本の棘状と12から20本の難状で構成される。背びれ棘状は、前から後ろにかけて、次第に竹が高くなる。腹器は1棘7から13難状で、尻びれには4本の棘状を備え、難状数は、金目大属、金目玉し族で、それぞれ25から30難状、12から17難状となっている。 両族は、側線ウーロコの数によっても鑑別シュール。椎骨は24個。金目イ科は本家のみで、金目イア目を構成し、ネルソンの体型において二族9種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される二族10種についてリストする。南洋金メベリックスデカダクトラス。本科魚類の多くは、鮮やかな赤い体色を持つ。本種は、金目台とよく似るが、 対抗が比較的高いことで判別できる。ありがとうございます。